ゴルフトライアウト無限大。よいしょ。さ、よいしょ、どうも。始まりました。で、前回はね、前田さんのラウンドをしているのを本当見せてもらってね。はい。でそこではまあもう言えない苦しさを僕もいろいろ言いたいけどね、親心が発動してました。前回の前田さんの簡単にね9ホール見させていただいたところの私の分析最初に発表したいと思います。わかりました。チャートグラフにまとめましたんで、こちらの方でございます。すごいコーチみたいに、はい、まるで人にしっかり教えれる人みたいにやるじゃないですか。みたいってそれが本職だわ、はい、まずチャートの方、見ていただきたいと思います。前田さんの、こんな感じ。偏ってる、はい、偏りがすごい。偏ってる。まずちょっと説明すると、はい、まずスイングの美しさ4ポイント。あら、いや非常にやはりまあこれ見られてる方もたくさんそういうふうに思ってる方多いと思います。本当ですか。うん、スイング本当にやっぱりいいですね。その次にも続きますけど、やっぱポテンシャルが高いからっていうところのつながりもあると思いまして、ポテンシャルはもう本当満点。この先の伸びしろみたいなことですか。伸びしろを含めて、あともっともっと持ってるポテンシャルも含めてですね。なるほど。やっぱり太もも、うん、太ももは太もものもうそんなやっぱ大事なんすか、ゴルフで。もう前回の9ホールの時はもうだから太ももすごい見た、ね、ブリブリでしたけどさ、うん、はい、石川遼君とかもっとシュッとしてる気するんですけどねまあそうですね。でもやっぱり飛距離にやっぱり影響すると思いますから すごくいいですいいです。この2つはだからいいですね、はい、ここからはちょっと、ポイントは高いけどこの天然、あら、なんかね、はい、なんだろう、天然かって思ったところがたくさんありました前回のラウンドで。ほう、ちょっと自覚がないんで本当にそれは天然なのかもしれないです、ね。なんかね、はい、グリーンの奥にシートがあって、それのこれどうしたらいいんだろうみたいな。ああね、はい、あれ非常に悩みました。木もそうですけど、どけれるものはどける。いいのかなね、ルール、いや難しいですよね、はい、ああいうのがやっぱゴルフのルールの難しいところなんですけど、はい、ああいうのでもそう大会競技関係なくあるじゃないですか、うん、ゴルフ場に、うんうんうん、でもいつも悩むんですよね。実はねあれね正解なんですよ、あれ動かしていい障害物なんで、ああいう風にめくってっていうのは、うん、よかったんですけど、はい、なんかクラブをその上に置くみたいなことをめちゃめちゃ可愛く言ってた天然ぶり。そう言ってました。言い方ちょっと変でした。そう、ここに置いといてって言ってた、うん、そういう部分、はいはい、なるほど。だからまあチャーミングなのかっていうところですね、はい、なるほど、これはまあいいから、だからここのごめんなさい、いいポイント3つだわ。あ、これ良かったんですね。いい天然、こっち側、うん、すごい。だからね楽しんでるゴルフを。ああ、そう、これはもう本当シーズン3までのね、こうちょっといろんな経験で、はい、いやいいなと思いました。ありがとうございます。あとはですね、まあ、この辺のルール、これはまあね今回やっぱり競技出る上で、はい、たっぷり覚えていって、公式ルールですね、これもしょうがないです。公式ルールが、はい、そこまで分かってなくてゴルフしてる方たくさんいますから。ただこんなできてなかったですか、ルール。できてなかったですかって聞かれるぐらいちょっとビビってますけどそんなできてなかっただろそれは。こん1もない、1もない、ね、1もない 0.5 だって、どっかで僕が、はい、打数聞いたと思うんですよ、はい、あれだからもう3番ホールだったかな、はい、あそこで、実際の競技だとしたら前田さんもう失格です。なんだですとかじゃないんですよ本当は、もう終わってたんです、はい、正解は、もう僕は失格ですよねっていうのが正解でした、ね。ええ、何だめって言われた時に、はい、もう 今ので失格です。もう僕は失格です。これで今失格ですって失格だけどやりましたっていうんだったらもう、はい、アンプレアブルしますとかの宣言もなく、ゴリゴリにボールも触ってましたし、何だめって言われてすごい不安になった瞬間は覚えてます木の近くにあったんですよ、はいはい、そうですね、木の近く。で僕左打ちだったんで、はい、木が邪魔で打てない、打てない、ね、ってなった時に、はいはい、こうそう、あ、思い出した。その後も腰の高さだったらいいからっていう、はい、ものすごい変なポジション取ったドロップをやろうとしてたんですよ。腰の高さっていうのはなんか覚えてて、はい、正確には今膝の高さからのドロップになってます。ああ、そうなんですね、はい、じゃあ こうすれば、うん、でもっと言うと腰の高さじゃなかったですよ、前田さん、うん、映像で残ってると思いますけど腰を低くした、うん、腰は低かったけど、もうなんか腰よりも手が低かった結局何にも腰の高さじゃなかった。触る前に何か必要なんですね。そうなんです、あれはもう例えば競技そのルールで言うとアンプレアブルを宣言しなきゃいけない。アンプレアブル、そう、間に点入れないでください失礼しました。アンプレアブルじゃなくて、はい、アンプレアブルです。アンプレアブル、はい、あれ言わないと失格なんですね。じゃあそう、もう言わずに触った時点でやはり
あの競技員がざわつきます、はい、腰からだったらいいよねって全然腰からほら見て腰より低いじゃんもうそれここでやってます腰じゃないのよねで最後マナあらこれもちょっと足りてないですね、はい、これはまずいちょっと少なめですねこれまずいですねでね一番気になったのがやはりねスロープレーですなるほど、はい、前田さんねここの天然がここにも入ってくるんですけれどもなんかね自分で自分を鼓舞しているのかすごくなんか2人も3人もいたそうこれ違ういやそうだうんこれって言いながらもう5回ぐらい素振りしてるそうっすねこれはね実際に競技でやってたらねもう引いてるみんな怖いわ前田ってなっちゃうからルール的には何にも違反はしてないんですけど、はい、マナーが全然ダメよくないですねよくない嫌われるそれゴルファーとして平たく言うと嫌われる嫌だな嫌なゴルファーうん嫌なゴルファーすごい嫌だったんだからでなんかグリーンの時もねこれちょっと映像でちょっと重ねてほしいけどなんかねずっとやってんのよこっちかな違うじゃあ、こうかな違う、こうかなってで、言って打ってんのに全然違うと思っちゃう誰も何も言ってくんないからこれはルールにもちょっと影響してくるんですけど、はい、他の人のアドバイスを求めてはいけませんキャディーさんは大丈夫ですじゃあ、同じプレイヤーの人にどうでしたそういうなんかこう、自分にプラスになるような情報を聞くのはダメですだから、何番で打ったのとかうんうん、何ヤードだったのとか、はい、これダメです切れたとか切れたもダメ切れたもダメですよねでもここはぜひ天然を発揮していただいて切れたんだろうなすごい可愛く言ってくれたら人ごとにも捉えられるから大丈夫ですいやそれマナー悪い気もするなでもあこれはでも本当に聞いといた方がいいですね、はい、人のオーナーそう競技という点になると余計これは大事ですね、うん、大事ですクラブはねもう本当に3本とか持って行ってましたしあと目つち袋も常に持ってましたからこれは素晴らしいんですけどありがとうございますもう本当にスロープレーもう本当プレーファースト心がけてこう意識してやっていけばどん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 治ってきますからわかりました素振りはだからもう今回のシーズン4で前田さんはもう素振り1回まで1回もう今5回してるから下手したら8回ぐらいしてる時あったまあということでまあ本当にマナーのところで言うとそういうスロープレーのところぐらいでしたんでなるほど、はい、だから気をつけなきゃなと思いました、はい、これは良くないですねなのでこの辺の今日はルールの、はい、ちょっと一番低かったルールのところをね今日コースでお勉強していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ティーイングエリアからのですね、ルールっていうところを覚えていきたいなと思うんですが、はい、まあティーイングエリアから考えられるルールっていうところでいうとやっぱりティーショットでだいたいドライバーでね打って、まあ、OB とかしちゃった場合、はい、競技とかだとね前進4打ってほとんどないんですよもう基本的にはもう打ち直しです OB したらなるほどで、その OB ももしかしたら行ってみたらセーフだった木に当たって出てきてたみたいなことも当然あるんですよ打てる場所だったっていうところですね、はい、なのでこれありがちなのがティーショットバーンって打って曲がっちゃって自分で勝手に OB だと思ってその暫定球っていうのを言わずにそのままパッてティーアップしてバーンって打っちゃうとそれがもうインプレーになっちゃうんですよほうだから必ず競技では暫定球を打ちますっていうことを言って最初のボールの番号が何番で今から打つ暫定球のボールが何番っていうのを伝えて必ず打つあじゃあもう暫定球の前にそもそも打ってるボールの番号はまず覚えてなきゃダメなんですねそうですねそこも結構プライベートのゴルフだとあんまり気にしてないと思うんですよそうですねだからまあみんな競技出る人はまあスタートの時とかにも結構言ったりします今日自分はこのボールの何番から打ちますとかなるほどなるほど暫定球の時は違う番号のやつを持ってそう、はあ、同じ番号で打っちゃうとねどっちがどっちだってなっちゃうでもね同じ番号でもそこに印を入れる人もいますなるほどだから同じ2番でも後から打つ2番にはここに青い線を入れてますとかなるほどそういう風にする人もいるんで別に違う番号である必要はないんですけどまあ違いが分かればなるほど、はい、分かりましたいいですね、OB じゃなかった場合はまあ、ピックアップして OB じゃなかったものを2打目で普通に打てるってことですね、はいはい、でこれ覚えておいてほしいんですけど基本的に不安だなと思うことは同伴競技者って言って一緒にプレーしてる人に必ずもう聞くかあるいは伝えるこれは暫定球打っといた方がいいですかねとかああなるほどいいんですねいいんですそれはアドバイスにはならないのででもう一つはこれ前回のラウンドの時にあったんですけど、はい、なんかね、ボールの前に、はい目印を自分で持ってきて置いたシーンがあるんですよ、
まあ、あの、うん、覚えてます、なんか芝のちょっと色濃いやつとか、濃いやつとか山だからこうやって刺して、はい、まあティーアップしますよね、ティーアップして、はい、打ちたいところ、まあ、打ちたい方向見ました、はい、こっち打ちたいなーっつって、はい、でそっからですよね問題は、はい、あーなんかしてるな、この長いやつ、はいはい、あーなんかして、この辺に、うん、置いて、はい、はいはい、うん、こういう感じでね前に置いて、はいはいはい、うん、それを結んでセットアップする、はい、ダメいやこれダメなんですよ、いやなんか、うん、プロのゴルファーの方が、うん、こうやってなんか見てるのを何を見てるんだっていう、僕疑問に思ったんですよ、はいはい、で調べたら、まあ、どうやらここら辺に置きたいなとかっていうのを見るのと、はい、目印をなんか見てる、見てる、そう聞きまして、はい、じゃあ置けばいいじゃん自分でね、そんな遠くのをわざわざ見るなら近く置けば簡単じゃん、うんうん、思って、僕まだまだゴルファーの赤ちゃんですから、じゃあここら辺でいいじゃん置いとけばいい、置いとけばいいじゃん、別にその、うん、物をねこうやってピンとこうやって物を置いてるわけじゃなくね、はい、芝を置いてるわけです、まあそうですね、うん、物を自然の物をね置いてるわけですから、そう、何が悪いんだ、めちゃめちゃ悪いんです、めちゃくちゃ悪いですか、これも自分で、ターゲットになるものを、作ることは、ルール上、ペナルティがつきます、うわー、はい、厳しいんだ、ポイントをねこう、まあ、自然なもので自分の中で見つけるとかはいいんです、はい、自分で作っちゃダメ、例えば、はい、前田さんがそのなんかポイントをもっと近くに見つけたい、それをティーイングエリアでやりたいんであれば、はい、例えばちょっとこういうディボット跡みたいなのありますね、はい、ありますね、まあ、おそらくまあちょっと芝の色が違うとかあると思うんですよ、はい、でそこにさっきみたいに後ろから見て、あ、そこにあるんだと思ったら、このボールの位置をそこに差し替えればいいんですよ、こうやって、はあ、なるほど、でそこから自分が後ろで見てそこのディボット跡をターゲットにするのはこれは OK です、あるがままのものを利用するのはいいけど、OK、作り出してはいけない、ダメ、なんかしれっとって言ってたらもうスポーツマンシップ的にも良くないでしょそうですね、ね、はい、こういう状況、はい、はい、くぼみでももうこれは打てないよっていうやつですね、一打罰になるなら一か八か打ってみてもって思うんですけど、まあ、でもそれもありです、ただこんだけくぼんでたらって感じですね、そうね、そうするとやっぱりアンプレアブルっていうね処置をするんですけれども、アンプレアブルします、はい、やつ、誰に言えばいいんですか、はい、己に言っちゃダメです、これは俺はアンプレアブルなんだと強く誓うわけじゃないですね、そう、己に誓ってもダメです、これね理由があって、はい、あの競技に出るとですね、あの前田さんのスコアを書いてくれる、記入してくれる方がいるんですよ、マーカーっていうんですけど、まあ4人で回るとすると、はい、大体前田さんの、スコアを作る人がもう別のプレイヤーがつけます、前田さんのスコアを、だから前田さんも別の方の人のをつける、で最後に渡して確認してくださいっていう、だから宣言しなきゃいけないんです、あのアンプレアブルで動かしますねとか、なるほど、伝わってないとダメってことですね、伝わってないと、あそこって何、なんでこここんなスコアになってんのとかっていう風に後々ちょっとね、何触ってたのってなるんですよね、そうなりますから、ということでこのアンプレアブル処置、はい、今からねちょっとやっていきますが、はい、でアンプレアブルっとまずしますという、はい、そうアンプレアブルちょっとしますっつって宣言をして、ね、言って、はい、大体その時も来てくれますから、アンプレする時は、じゃあ僕も言われたら行かなきゃいけないってことですね、そうです、そういうことです、ボールをドロップして OK ですかって言って OK ですって言うまでしなきゃいけない、なるほど、はい、お互いその確認はするし、されなあのやってもらわないといけないわけですね、わ、はい、かりました、でこういう状況もう本当にね打てないっていう状況のところでは選択肢としては3つあります、まず1つ目が、これを打った前もう本当に元の位置からもう一度打ち直す、はい、1打罰でそうもう1回打ち直す、はい、2つ目がここの位置から2クラブレングス以内のところからドロップする、この位置から1、2クラブですね、はい、ここにマークをして、でボールのところにもマークをします、でそこからピックアップして、はい、はい、でこの間のところから膝の高さでドロップをします、こういうことですね、はい、そういうことですね、これが、まあ、2個目の処置です、これは1打罰で移動させることができる、はい、で最後3つ目がピンとその結んだ後方線上、はい、真後ろです、真後ろの線上で、そこから1クラブレングス内にドロップ、後ろはいくらでもいいってことなんですか、後ろはいくらでも大丈夫ですね、でそこの起点を決めた位置から1クラブレングスです、なるほど、はい、これもやっておきましょう、はい、ピンあります、うん、はい、
そう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 、いくらでも後ろには行っていい、そう行っていいと。でも打ちやすそうなところがいいなってなりますもんね。そうですね、そうなると。そうですね、そうするとおそらくまあこの辺、そうですね、ここら辺が打ちやすいですね、はい、でワンクラブでそこにティーを何でもいいんで、なるほど、マークを指してもらって、そこの起点を決めた位置からワンクラブレングスですね。はい、でここにもまたマークをして、ここら辺ですね、はい、ギリギリここ先っちょはい、でいろいろ言うとあのややこしくなんかあれですけど、このワンクラブはドライバーでもいいですから。あ、そうなんですか、うん、打つクラブじゃなくてもいい、ドライバー持ってこう、じゃあ計測する場合はね、こいつドライバーでやってんなって思われますよね、でもねいや思われない、思われない、思われないですか、ドライバーでやります。そうなんですか、はい、でこの間の中で、はい、でドロップと、でこっち出そうかなとかって考えるわけですもんね。そうですね、みんなこの辺、はい、でこれでワンクラブレングス内にドロップできたと。はい、でこうやって打つと、はい、そうですね、これはまあ3つのアンプレアブルの処置の方法です。その時に応じて一番ベストなやつを選ぶってことですね。そうです。はい、続きましてですね、こういう状況、もうこのカート道にボールが止まることはものすごくあります。僕も結構体験してます。ありますよね、はい、ここも必ず同伴競技者の方を呼んでください。これもね、パターンがあります。このまま打つ、あるがままの状態で打つ、これも OK です。 OK なんですね。 OK です、はい。で、場合によってはなんかローカルルール的にもうカート道とかそういうところは必ず動かすようにみたいに決められる場合もあるんですけど、基本的にはまあ打っていいです、このまま。はあ、はい、なるほど。というのが一つと、はい、で処置、これ動かすとなった時はニアレストポイントというのを決めます。ニア、はい、近い、近いところ、レストポイント。カート道っていうのもほらこの幅があって、はい、でこっちかこっちかで迷うことって結構あるんですよ。そうですね。で前田さん左利きだから、はい、右利きの人とは違う場合もあります。これおそらくですけど、はい、右利きの人だともうほぼほぼ ここがニアレストポイントになることが多いんですね。一番近いじゃないですか。はいはい、そうですね。でも前田さんの場合はこうだから。そうですね。だからこことここで、どっちがこのボールに対して近いかは判断しなきゃいけません。はあ、大変だ。はい、だから今から、ニアレストポイントの取り方お話します、はい。まずポイントとなるのは、カート道に自分のスタンスがまずかからない位置。だからここで言うと ここですね、かかとがギリギリのとこ。なるほど、はい、でまずはギリギリのところにスタンスを取って構えた位置、はい、ここにまず T 刺してください。ヘッドのポジションにグッと刺してください、はい、そうでいいです、はい、ここが一つ、はい、第一ポイント、第一ポイント。で次ピンに近づかない位置で、はい、ここ、これカートにも触れてないですね、スタンスもヘッドも、はいはい、ここに刺します。はい、はい、でちょっと後ろから離れてみた時にちょっとジャッジ難しいですよね。そうですね、ちょうどどうですか、うん、さっきこれ難しいっすよね。そう、右利きの方だったらもう9割ね、9割9分こっちですけど、はい、左、僕左なんで難しいですよね。難しいですよね。どっちが近いかを判断するのは最終的に同伴競技者です。ああ、自分じゃないんですね。そう、こんだけもう微妙でしょこれ、はい、で最終的には同伴競技者の人がじゃあこっちが近いかなって言ったとします。はい、そしたらこっちからドロップになります。なるほど。でまあそれに納得できなかったら競技員を呼びますこっちですかね、どっちですか、うん、どうですかね、こっちってなる。一応ボール取る前もマークしてください。じゃあこっちがニアレストポイントだねのところで、でこちらニアレストポイントなんで、はい、ここからドロップします、はい、これはピンに近づかない位置で、でこのニアレストポイントからワンクラブレングス内にドロップできます。はい、そこの位置から膝の高さからドロップです。まあここぐらいってことですね。はい、そうですね。はいはい、なるほど。というのが、まあ、カート道からの処置の、これはね本当にめちゃくちゃ競技で出てきますから。これでこれはアンプレアブルとはまた違うんですね。アンプレとは違います。無罰です。無罰でいける、はい、無罰で移動できますからね。次はですね、この、はい、まあ、これも本当によくあるもう池からの処置です。池ポチャしちゃったって時ですね。池ポチャはね、どんなに上手い人でもやっぱり入ることありますからね、はあ、で前田さんも競技出て池ポチャすることももしかしたらあるかもしれないから、はい、しっかり覚えておきましょう。で池は基本的には赤くいと黄色くいっていうのがちょっと色で分かれてて、はい、もういっぱい話すとすごい情報量になるんで、はい、今回は赤くいの処置、黄色くいはまたこちらからみたいな、もういい別でまたやるんですね分かりました、はい、まず池の処置、はい、ポイントは
池を最後に横切ったライン、はい、池ポチャした地点じゃなく下地点じゃない、横切った、はい、だから池ポチャしちゃった位置になっちゃうと、こう例えばすごいスライス、あ、前田さんの場合はフックかいいですよ、そこうなってきた、はい、そしたら池ポチャンって入ったのはあっちだけど、はい、横切ったところはここになりますよね、入ったライン、入水した池の中に面積上空に入ったところですねこう入ったところね、はいはい、ここも同伴競技者の人に必ず言ってください、相談してください、このラインぐらいだと思うんですけどつって、池ぼちゃしちゃったんで来てくださいって言って、はい、一回でこの、はい、ここ来ましたよねって言って、そうしたらここぐらいからですよねって、でこれを起点を例えばここで決めたら、はい、そしたらその起点とピンを結ぶ後方線上、はい、これずっとどこまでも下がっていいです、あ、下がっていいんですね、どこまでも後ろは下がって大丈夫です、はい、でその場所決めたらそこからワンクランブルレングス内にドロップです、なるほど、わかりました、これ一つ、これあ、もう一個あるわけですね、もう、はい、でもう一個はさっき横切った位置ありましたね、はい、でピンを結んだここ、はい、でここから2クラブレングスですにドロップ、なるほど、これも OK、 じゃあ自分の得意なレンジまでちょっと下がってもいいってことです、そうです、あの後方は大丈夫です、はあ、で打ちやすそうなところがあれば余計それでもいい、そうです、もうプロとかでも自分の得意な例えば50ヤードとか60ヤードのフェアウェイまで下がる人もいます、はあ、なるほど、はい、これ勉強になります、これでも1打罰でやるってことですね、はい、でアンプレと一緒で元打った場所に戻るも OK です、は、わかりました、ただこれだと OB なんで、はい、あんまする人はいないで、ね、でもまあ池においてはあるかもしれません、なるほど、近づくとかえって難しい状況もあるので、なるほど、あとはまあ池の中から打つっていうのもあります、あ、こう思い切って、うん、それは無罰です、しかも無罰で、うん、まあ、帰ってこれたらいいですけどね、はい、でも池入るのね、なんかね、いやいや、まあ、見たことありますけど、ね、仕事で入ったことありますけどね、はい、池入っちゃった、はい、じゃあ僕が同伴競技者です、同伴競技者の方、はい、いいですか、はい、池ポチャしちゃったんですよ、はい、してます、見てました、見てました、こう、こ、うん、ここからこう入っていったように見えたんですけど、はい、合ってますか、合ってます、だから大体このぐらいになりますかねじゃあここから、はい、ここから、やり直します、はい、やり直すんじゃないや、処置します、処置します、はい、ここから処置させていただきます、はい、処置し、うん、はい、でここから見て、そうですね、ピンを結んだ後方線上、後方に、はい、後方、うん、で僕の場合はこのまま後ろでグリーンがあるんで、はい、そこまで行きます、なるほど、フェアウェイまで下がる、はい、まあ、これも OK です、本当にここを起点にします、はい、でこの位置からワンクラブレングスを計測してください、はい、ありがとうございます、はい、でまた押して、はい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 、OK です、で必ずそこら抜いて、はい、OK です、で1打プラスした状態で打ちます、これが池からの処置、これも本当に結構頻度高く出てきますんで、しっかり覚えましょう、このルールもね、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、今日はまあちょっと盛りだくさんなルールで、そうですね、ちょっと大変、いろいろ覚えるの大変だったと思いますけれども、ただやっぱその、うん、知ってて、はい、そのこういう処置しますっていうのと、なんか知らないでなんか、うん、処置した方がいいのかなっていうのと、じゃあそのプレイしてるメンタル全然違いますから、いや、そうですね、不安にさせないというためにやっぱ覚えてなきゃダメですね、はい、そうですね、ただまあ本当にあの GDO アマの大会で言えば、はい、あのそんなにあのシリアスな感じに考えなくても大丈夫です、もう本当にあの分からないことは一緒に回ってる同伴競技者の方にもう全然聞いてもらって、なるほど、あのいいと思うし、あので、まあ、僕もそれで言うとやっぱりルールってもう結構複雑なんで、はい、僕も競技歴長かったですけど、やっぱりね、今でもちょっとあ、これどうだったっけなっていうルールも結構変わってたりとかして、改正されてて、そうなんですよね、だからまあ本当そこも僕も一緒にあの前田さんと一緒にまた覚え直していく部分もたくさんありますから、まあ、機会聞きながらやればいいってことですね、本当そうです、分からない部分は分からないということでね、ただ、まあ、聞いてもらえば基本的な部分は覚えたんで、はい、そうですね、もし今後やるってなったら僕は教えてあげる側にならなきゃですね、いいですね、おもうさっさっダメだよ失格だよそれつって言えるように、ね、
はい、で見られてるんでしょ、あのこのコンテンツの第1回目を改めてあいつ触ってたぞって、ね、でまあ次からはね、あのよりテクニカルなね、ちょっと技術向上みたいなところにも入ってきますから、はい、ね、全国大会目指してやっていきますよ、はい、はい、よろしくお願いします、トップトレーサー30というシステムを使って前田さんの現状をね、はい、ちょっと見てみましょう。ちょっと噛んだ、ちょい噛みすが距離足りないですけど、おー、ナイス、なんとかトップトレーサー30さんが前田さんに対してコメントを、これは1000点中ですからね何点でしたっけ1点ですね最後までご視聴ありがとうございました。こちらのおすすめ動画もぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。全国大会頑張るぞ。おー